辺野古反対派が統一旗を掲げてしまう。本日、辺野古反対派と呼ばれている犯罪集団が、このように朝鮮半島旗統一旗を掲げていることが確認されました。こちら辺野古反対派がこの旗を入手して掲げているのか、もしくは韓国や北朝鮮から辺野古反対派にですね加わった存在があるのか、 どちらかはっきりいたしませんけども、この辺の移設に関して、明らかに北朝鮮や中国が妨害活動を行っていると見られており、日本政府にはこういった外国からのですね、敵国からの帰りに対し徹底的に対抗していただき、できれば入国審査の時点で、 危険な人物を日本国内に入れないように、しっかりと対策をとっていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。